みなさんこんにちは2022年卓研士合格の取説解説講義第8回講義始めたいと思います担当はレクセンリーコースの友次ですどうぞよろしくお願いしますさあ、えー、それでは今回はですね第16コース借地釈,釈迦法の借地のところを見ていきたいと思いますはいでですねまあこれ 借地釈迦法なんですけれどもまあ権利関係ね、えー、14問あります、えー、毎年14問ありますけれども、まあ、そのうちの2問が、えー、借地借家法の問題ということになるわけです。でですね大体もう借家で1台借地で1台という形で、えー、まあ毎年1台出てくるかなというところにはなるんですけれどもまあだからそういう意味でですね実はその権利関係の中でも。 まあこの借地借家法というのはかなり重要度が高い、えー、そういう単元になります。で実際ですね、まあ、今回はこれ、えー、何でしたっけ16コースどういうところでね、まあ、見ていくわけですけれども実際問題ね、えー、この第14コースの賃貸借それから第15コースの借地借家法のこの借家 でそれからですね、えーまあ、今回、えー、やるですね第16章の尺地の部分ですかねでここの部分っていうものはやっぱりまあ重要度が高いということになるのでまあやっぱりしっかりやってほしいところシリーズにはなるわけなんですけれども、まあ、その中でもですねやっぱりもう尺地の方は結構ね、えー、苦手っていうふうに思ってる人結構多いところになりますので。 はい、まあちょっとね、えー、この3つは本当に重要度高いぞっていうところはまず押さえておいてください。えー、第14コースのーこれ私一回聞いた方がいいですかね第14コースの賃貸借それから第15コースの借地借家法の借家それから第16コースの借地借家法の借地、えー、この3つに関しては重要度は本当に高い。 <laughs> ねえー、そういう単元だと思っておいてください。なんでって言ったら毎年にもんでるしでこの賃貸色っていうのはこの借地借家法を理解するための基本ベースになる部分になりますので、まあ、やっぱりそこはねしっかり押さえておいていただきたいということになるわけです。で、えーまあ、今回借地のところを触れますが実際ですねここを勉強する時気をつけていただきたいのは何かというと、まあ、まずどういう時に借地借家法が適用されるのか。 えーね、まあうーん民法を使っていくのかそれとも昆虫の借地借家法を使えるのか、ねえー、そこをちゃんとまずは見ていくっていうところになりますね。でそれからまあそれはあとで見ていきますけどもねあとこういう勉強する時に必ずその民法だったらどうか借地者顔の借家だったらどうかそして借地者顔の借地だったらどうかっていう形で、あのー、比較しながら勉強していくっていうのは、えー、ちょっとね意識しておくといいと思います。 はいまあそんなところをちょっとね、えー、見ながらまあちょっとね、えー、少しだけで薄ければやっていきたいと思います。まず借地着火法の借地でございますけれどもじゃあ、えー、土地を借りるならば全部この借地着火法を適用されるんですかっていうとそうでもないです。はい、えー、適用範囲借地着火法は建物を建てる目的で土地を借りる場合この時に適用されます。 建建物を建てる目的です、えー、ですので例えば「青空駐車場にするために借りた場合これどうですか?」って言ったら「これは尺地借じゃないですだって建物を建てる目的じゃないじゃないですか。「青空駐車場って何ですか?」って言ったら「駐車場土地がありましてそこにね、えー、もう線引っ張って区画区切ってここが1番ここが2番」っつってやってるやつですよ。はい。 建物じゃないですよね。そういうことになりますので、そう青空駐車場にするために借りたっていうんだったら、これは着着火を適用されません。民法で考えていくことになります。プラス明らかに一次使用の場合、えー、これでも、えー、適用されないこともありますということになります。ですので。 まあ、イメージとして、ちゃんと押さえておいてほしいのは、借地借下法の借地が適用される場合は、建物所有目的で、しかも一時的じゃない時なんだなっていう、そういうイメージを持っておいてください。はい。そして、まあ、前にね、定等権のところでもね、えー、触れたと思いますけども、何々県設定者って出てきたら、えー、私の土地に何々県つけてもいいですよっていうふうに言ってる人ですよね。はい。 私の土地に借地権つけてもいいですよっていう風に言ってる人ということはそう土地の持ち主さんです、えー、土地の持ち主さんこれを、えー、借地権設定者という風に言います私の土地に土地持ってる人ですからねまあ、地主さんとかそういうところを想像してくださいそして、えー、建物建てたいです土地使わせてくださいという風に頼んでる人間のことを借地権者という風に言ったりしますまあだからここもね、えー、言葉の問題として押さえておいてください はい、えー、そして次です存続期間です、えー。最初に借地権設定契約をする時、えー、借地権の存続期間は最低30年となります。えー、もう最低30年で30年未満の期間を設定した場合も30年じゃあ期間の定めをしなかったら30年というふうになります。 はいえー、30年以上だった場合には定めた期間になりますけれども最低30年ですからね30年未満だったり定めがなかったりしたら全部30年になりますさあ考えてみてください定めなかった場合には30年になりますということなんですはい、えー、だから何なんですかっていうと実はここですはい皆さん考えてみてください賃貸借のことを思い出してみてください賃貸借の話を思い出してみてください 期間の定めのない賃貸借って普通にありましたよねじゃあ借地借家法の借家のことを思い出してみてください行きますよ期間の定めのない借家ってそう普通にありましたよねはいつまり、えー、民法を適用されても借地借家の借家が適用されてもそう期間の定めのない契約なんて普通にあるわけですよですが 今回そう期間の定めをしなくても30年に定まってしまうということはこちらそうです釈迦釈迦法上、期間のの定めのない釈権って存在しませんつまり借地借迦法の借地の問題を解いていて期間の定めのないものとなるってあったら罰でいいです。 時間のののない借地ないい地んんてて存在しまませんのででこ、えー、こういう風に捉えておくことができますねよろしいでしょうかはいさあそれじゃあちょっと皆さん思い出してみてくださいさあ民法を思い出してください民法の賃貸借のルールを思い出してみてくださいはいさあえー、最低何年でしたっけ何年つうかまあ最低どのぐらいでしたっけはい、えー、民法に関してはいいですか覚えてますか はいそうですね答えはそうです別に指定はありませんどのぐらいでも構わないですよねはい、えー、最短期間は定められておりませんあれって思った方は166ページちゃんと見ておいてくださいねそう最短期間は定められていませんじゃあ最長は うんまあ、もうここに書いてありますけどね。そう、最長は50年です。民法の場合はそうでしたね。ケ、OK、ー。民法の場合は最短は定められてません。だって別に DVD1 泊2日とかレンタカー2時間とかだって別に構わないわけじゃないですか。ということで最短は定められておりません。最長はって言ったらそれは50年です。はい。では皆さん思い出してみてください。借地借家の借家の方はどうですかはい、最低はっていうと、はい、覚えてますか これ176ページですね。はい。最短、制限はないんですが、はい。1年未満の場合には、期間の定めのないものとされちゃうんですよね。はい。そして最長は、そう、制限はありません。はい。それを踏まえての借地です。はい。今度借地はって言ったら、最低はって言ったら、そう、最低は30年です。いいですかはい。最低は30年です。じゃあ、最高はって言ったら、それは別に、 はいえー、最長の期間は定めがないです、えー、別に何年でも大丈夫ということになりますねはい、まあ、このようにねさっきも言った通り民法だったらどうだっけ借家だったらどうだっけそれを踏まえてじゃあ借地だったらこうなのかっていうね、えー、こういう勉強できるようにしておいてくださいよろしいでしょうかはいさあ、えー、それでは次借地権の対抗力のところ見ていきますはい、えー、187ページです 借りてる土地の所有者が変わって新しい所有者から土地を明け渡すと言われたらどうでしょうかとはいさあ、えー、その時にはそう対抗力があればいや私借りてますから追い出さないでくださいっていうふうに言えるんですよねはい、えー、私借りてますから追い出さないでくださいよこの一言を言いたいためには対抗力が必要でございましたさあそれでは皆さん覚えてますか民法で はい。えー、対抗力って何でしたっけって言ったらば、そう、民法の場合対抗力は、そう、鎮釈権の投機ですよね。はい。えー、でもなかなか鎮釈権の投機って誰もしないので、はい。え借地借家法の借家ではどうでしたっけそうですね。引き渡しで対抗力という風になっていきました。では今回、はい。え借地借家法の借地の場合はどうなるんですかっていうと、こちらです。借地上に、 借地権者本人の名義で登記してある建物がある場合対抗力があります何を言ってるんですかって言ったらば土地があったとしますいいすか土地があったとしますでもこれって建物所有目的で借りるわけですよね建物所有目的で借りるから借地着火法が適用されるってことはまあ建物が建つと考えていいでしょうそうしたらばね土地に何の登記をしなかったとしても上の建物って登記するじゃないですかということになりますよね はい、ええー、ね上の建物には登記をしますよねってことになりますのでじゃあ上の建物の登記でいいですというふうになりましたいいですか上の建物の登記これがあれば、はいえー、対抗力と認めますというふうにしましたただし条件がありますそれは何ですか借地権者本人の名義であると,いうことそう土地を借りている人の名前で上の建物の登記、えーね、がなされてる。 別人じゃダメですってことです。例えばね、えー、A さんが土地を借りてるっていうんだったら、そう、上の建物の登記は A さんの名義になってないと、それは対抗力として認められません。例えば、A さんの配偶者である B さんとか、ね、A さんの息子である C さんとか、そういうんじゃダメですよ。あくまで A さんの登記が必要ですよ。こういう風になっていきます。ですので、はい、えー、本人名義の登記、えー、これが必要になります。それで対抗力という風になります。はい。で、 表示に関する登記でも大丈夫。なかなかサービスいいですよね。普通ね、表示に関する登記、ね、いわゆる表題部のところにね、えー、名前があったところって基本的にあんまり守られないんですよ。えー、ですけれどもね、普通は権利部に名前書いてないとダメですからね。でも、なんと、今回ね、ね表題部、表示に関する登記でも OK だというふうに言ってくれるわけです。はい。で、えー、こちら、大丈夫ですが、はい、本人名義でな,なければならず、そう 長男名義とか、あとは配偶者名義とかえ、そういった場合は対抗力を持ちません。あくまで本人名義であることが前提ということになりますね。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、 その建物が滅出してしまった場合対抗力どうなるのって話ですよね上の建物でいいって言ってもじゃあその上の建物が滅出してしまった、はい、そしたら対抗力はって話になりますよねはい、えー、その場合も188ページです土地に看板立てておけば、えー、滅出から2年間は対抗力が維持できます はい。えー、対抗力のある建物が滅出しめてしまってなくなっちゃった。そうしたらば、はい。滅出から2年目の日までは、えー、建て札立てときゃ OK ですよっていうふうにしてるわけです。よろしいでしょうか。はい。ただこれ気をつけてくださいね。対抗力のある建物が滅出した場合です。 もともとの建物に対抗力がないのであればその後何やっても対抗力がないですよ、えー。そこは気をつけてくださいね。対抗力のある建物が滅出しました。その場合にはその建物の陶器の代わりに立て札でいいですよ。こういうふうにしているんだっていうところは、えー、忘れないようにしておいてくださいということになっていきます。よろしいでしょうかね。はい。 さあ、まあ、こんなふうにですね、えぇ、ー、借地借家法を勉強するときには、まあ、必ずね、えー、民法、それからね、借家、えー、そことちゃんとね、比較しながら勉強を進められるようにしておいてください、ということになります。はい、えー、それではですね、えー、今回はこの辺で終了したいと思います。はい、ま、あ、権利関係編のね、えー、こちらの解説講義に関しては以上ということになります。はい、まあ、またね、あの、 まあ権利関係はねこういう感じでオープンなところにありますけれどもあのねえー、限定の方ではねあの宅建業法とか、えー、法令上の制限とか、えー、そちらの方もありますのでまあえー、よろしければね是非そちらの方もねえー、まああの登録とかすれば聞けますので是非是非そちらの方も聞いていただければなというふうに思いますそれでは今回はこの辺にて終了したいと思いますまた、えー、次回お会いしましょうそれでは皆さんお疲れ様でした